にちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ドラムソロテンポ140の、ドラムソロですね。タームだけで自分で考えて作るっていうのもそうなんですけど、まあいろいろ組み合わせて音楽的な要素も含めて僕なりにこういう風なソロを取ってみましたみたいなやつの演奏と解説をしていきたいと思います。なので、まあカラオケ自体はこちらの、上の方から多分いけると思うんですけど、このカラオケのテンポ140、詳細の140のとこピョンって押してもらうと140のカラオケで練習できると思うので、それのフレーズ、こういうふうに考えてこういうフレーズを作ってみるんだっていうのは、これ自分で書いてみてもらってもいいと思うんですけど、僕はどういうふうに考えてるかみたいな。でまず最初ですね、これスペースとシンコペーション、まずはギターのソロ聞くと、ダドッとだタンタタドッとで、でででで4シンコペーションの、これをスペースを空ける感じで、この4表のシンコペーションっていうのがなんか頭にこうふっと浮かんだので、まあメロディーもだからワーンパタドッとパタンパタドッとドッとというドラムソロにしています。なのでこういうスペースをしっかり、これハイハット踏みながらね、しっかりこうやって開けて、これシンコペーション、相手がやったシンコペーションとかをこう、まあ、もちろん自分の歌の中の一部として使って演奏してます。これを聞いてみましょう。はい、じゃあ2個目のピアノのソロ聴いてみますね。これタバラバリララララ、これビーズファウスじゃないですか。なのでドラムはタタタバディバダダバダタバダタダダっていうのを歌ってみました。こんな感じで相手が歌いた、あれはタバラバリララしか使ってないんですが、タバラバリララダダダを思い浮かべたんで、あ、なるほどと思ってビリーズバウンスを自分なりに歌ってみたっていう形ですね。こういうのも、ドラムのこの、これターム、B なのかな。で、シンコペーションをうまく使っていくと、ターム D とターム B っていうので、今までのやつで全部できるじゃないですか。なので、こう、タームみたいなのを組み合わせてメロディーを作っていくっていうことと、こういうビリーズバウンスっていうメロディーの引用が来たら、自分もビリーズバウンスのメロディーを引用して返してあげると、相手もニヤッとする。あ、なるほど、それ、続き歌ってくれたので、みたいな感じ。まあ、頭から歌ってるんですけど、こう、自分の続きがふと浮かんだビリーズバウンスをちゃんと受け取ってくれたんだなっていうふうに、相手に感じさせれるといいかな、というふうに考えています。はい、聞いてみましょう。はい、じゃあ三つ目ですね。ここは、タランタンタバリラッタ、これ前の回の時もそうだったんですけど、これ多分ピアノの人が多分 I'm beginning to see the light を引用したので、この回の時にギターが引用してるんですね。なのでタバランタンタバリラッタだよ。なのでこれもターム B とタパタンタパタンタパタンってやったかな。で、ディバタタパダバダンタッタラタッタダ、全部歌ってもいいけど、タダダンタウパタ、こういうふうに、ここ僕3ストロークでいきました。で、ここで切り替えていってありますっていう感じですね。なので I'm beginning to see the light を聞こえたから、その子のメロディーを引用して、そこから、ドラムソロ3連に持ち込んだっていう形です。はい、聞いてみましょう。はい、最後ピアノのところを聞いてみましょう。今のタンタンタントンっていうのが気に入ったので、タブタブタとドブドブドドで、ここから先は I'm beginning to see the light 覚えてたので、
タバダンタタタバババっていう風に I am beginning to see the light 最後のメロディーをこう引用してみたみたいな感じですね。という感覚で、なんかこう他の人の引用とかメロディーから連想させれる掛け言葉みたいな、なんかこう別の曲からこう引用してきてみたいなのが、こういう和歌みたいなところはすごくあるんですね。なのでこういうふうに反応しています。まああの感覚で反応してるので、だからここ右手とかここ左手とかは考えてないんですけど、まあお話、相手がこういうお話をしてきたから、これ俺も引用してみようかなとか、そういう感覚って会話でもよくあるじゃないですか。なのでこういうフォーバースなんかでもよくこういうのやってます。こういうのはものすごいこうマイルスとかそういうすごい人でもやっぱりたくさんやるので、そういったことをしっかり多分相手の受け答えキャッチボールをしながら音楽を一緒に構築していくみたいな感じですね。こういう形の、まあ、角度から今回もやってみたと思います。でまあこれせっかくなので、ね、160から全部240までね、全部やっていきたいと思います。でタームはタームで別個で、要は何もないとこから自分の歌をこう組み上げていくっていう、こう考え方と、相手のフレーズから何か引用して発展させるっていうのの両サイドがやっぱりいると思うんですね。で自分でパッてひらめいた時は自分で全部作ればいいし、相手のフレーズからこれちょっと応用してあげようかなみたいな、それをそのまま歌うんじゃなくて、それそのフレーズの一節をやって自分のメロディーの中にこう組み込んでいくっていうのが、まあ交流する一番のこう楽しい手段ではないかなと思いますので、ぜひ練習してみてください。これ譜面の方はメルマガ登録していただくとダウンロードできますので、ぜひ登録ください。というわけで、最後全部通して、演奏してみたいと思います。最後聴いてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。